西改札口地下鉄川ホーム地下鉄線への連絡通路、カラスマ駅は、京都府京都市下京区市場通り、カラスマ東いるなぎなた鉾町にある、阪急電鉄京都本位線の駅。駅番号は、HK-85、市場カラスマ交差点の直下に位置する、京都市へ地下鉄、カラスマ線の市場駅が近接しており、両駅間を乗り継ぐ乗客が多いこともあり、 全営業列車が停車する。京都市営地下鉄の駅と駅名が異なるのは、阪急京都線が市場通り沿いに走るため、市場を略すのに対し、地下鉄、カラスマ線がカラスマ通沿いに走るため、カラスマを略しているためである。なお、9300系、7300系に搭載されている LCD での乗り換え案内では、カラスマ線は水色地の白地で表示される。 東隣の京都河原町駅とは、直上を走る市場通りの真下を貫く地下道で連絡しており、徒歩10分ほどでたどり着ける。この通りは、地下街ではなく、校内には、両駅の売店や地上へと抜ける連絡階段程度しかない。ただし、市場通り沿いに立地する各百貨店へは、地下道内に面する、出入り口や連絡階段を通って出入りできる。 島式一面二線のホームを有する地下駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。よって、当駅で、環急接続や折り返しはできない。改札口は、東西の2カ所に設けられている。西改札口は、市場カラスマ交差点の直下にあたり、地下鉄市場駅へは、西改札の方が近い。市場東動員通り地下にある東改札は、 無人状態のことが多い。西改札口とホームとの間は階段のほかエレベーターエスカレーターにより連絡している。東改札口とホームとの間は階段のみである。トイレは狭いホームの最も埋めだよりに、上り下り両側から入れるように設置されている。オストメート対応の多機能タイプも設置されている。 2019年の通年平均の乗降人員は82,325人である。阪急電鉄全線で第4位で、京都先端独駅では第1位。2007年までは大阪梅田駅、神戸三宮駅に次ぐ3位だったが、2008年に阪急西宮ガーデンズが開業してから、西宮北口駅が上回った。阪急京都線の終点であり、 京都最大の繁華街である市場河原町に位置する京都河原町駅より東駅の方が利用者数が多い。近年の1日平均乗車乗降人員は下表の通りである。降車人員が乗車人員により約4000人多いが始発駅である隣の京都河原町駅は逆に乗車人員が降車人員により約4000人多い。1日平均乗降乗車人員は 歌表の通りである。ありがとうございます。